2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界1位となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半分先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となってます。それで今回ねお話したかったのは危ない人がちょっと結構多くなってきたんで、教えようと思ってます。投資家でね、個人でね、稼いでる人間っていうのはね、非常にね、頭が悪い生物でね、話したり聞いたり、個人ではできないんですよ。知能が低くて。団体の頭から教わったり、まとめて話すって、まあ、それとも、無能なんだけど、実際はね、話してるように見えるんですね、今の人間たちはね。私は違うんだけども、それで、投資で、稼げるってる個人いますね、たくさんね。これはね、嘘なんですね。誰もいないんです。これはね、ノウハウで仲間から教わって、また仲間から力借りて稼げてるだけなんですね。人間、誰でもそうなんです。投資家で稼いでる人、個人で稼げてる人っていうのは、仲間が一人の人に情報を提供して教えて手助けをしてまた稼ぐ法案なんかを貸して稼げてるんですね。私と違うんですね。私は一人なんだけど、人間っていうのは非常に知能が低い生物なんです。全員そうなんですね。でテレビで話してる人も誰一人いません。話したり聞いたりできる人は知能が低くて、みんな団体の頭から情報を教わって一人で話してるだけなんですね。これをよく、猿みたいなもんです、人間たちって。全員ね、そうなんで、私と違ってね。もう非常に知能が低いです、人間たちね。私と違って。地球上の人間全員そうです。本物の貴族の私だけですね。これをよく知っていただきたいですね。どうもありがとうございました。